はい、前回かなのイベントやったんですが、その後ね、ちょっと、キャバクラを経営してみまして、ちょっとそこは動画にしませんでしたが、一回やったらまたイベントが起きたので、すいません、4回目ですね。4回目イベント行きたいと思います。いいぜ。多分サブストーリーになるのかな。会いに行くの、まさか一緒に行ってくれってこと。もしよければついてきてほしいなーって、ええ、相手の店長に脅されてるって言ってたからね。まあ脅すって言ったらやっぱり本職のキルちゃんがいいんじゃないでしょうかね。昔の仲間がいるってのはこの辺りかい、この辺のはず。マスミちゃん、どんな子だっけ。おお、あいつか。なんだか揉めてるぞ。伝わっていたもの、ツンツンした態度でヘルプ入られても困るわ。使う客に失礼じゃね。感じの悪いキャバ嬢。客の前で転ぶわ、私に喧嘩ふっかけるわ。本当何考えてるの。転んだのはあなたが足を引っ掛けてきて。どんな子だっけ、いたっけかこんな子。ともみがわざと足引っ掛けたって言いたいわけ。冗談言わないでよ、私がそんなことするわけないじゃん。なるほど。カナのことを悪く言ってた子は今カナと同じ立場になってんだ。ちゃんと見てたんだね。でしゃばんないでよ。ほら、きちんと仕事がしたいだけで変わったじゃん。ほら、まずみちゃんも。何その言い草、私たちがサボってるみたいじゃん。同じこと言ってるじゃん。ほら、実際みんなサボってるじゃない。何なのあんた、仕入りのくせに。超ムカつく。あ、え、前回の店でもって言ってる。なんか言い返してみなさいよ。あ、同じこと言ってる。真面目に頑張ってる子をひがんで足引っ張って。自分のしたことを後悔してる。あら、強い強い子だ。あの子みたいに、カナみたいに真面目に頑張ろうって。あら、いい子だったんだねこの子ね。暑苦しく説教してきてちょうだい。おっ、ともみの彼氏。いやー、殴りがいのある。いいのが出てきましたね。本当にキリュウちゃんの出番が来ましたよ。マサルくん、この子がトモミの悪口言うの。いや、いいね。ちょっと懲らしめてやってくんない。カナ、何をあんた。何こいつ、美しいのが二人に増えたわね。左の子、顔がだいぶなんかすごい感じだけど。モサル君、こいつもやっちゃってよ。あ、いいね。悪いやつはとことん悪くなっていただけると殴りがいがあるっていうもんですよ。本当にやるのかよあんたが。女の喧嘩に男が手出すもんじゃねえぜ。うわー、キリュウちゃんかっこいい。そのために連れてきたんでしょ。誰だお前は。俺を倒してからにするんだな、マサル君。登場会って知ってるかい。登場会って知ってるかい。登場会って知ってるかい。すごいもの使うじゃないの、キリュウちゃん。本当にね、やるね。相手たち、蹴られちゃった。ただね、ここにちょうどいいね、タクシーがあるんで。あ、タクシーじゃなかったー。最後は、ちゃんと正々堂々と。まあ、ドス使ってたやつの言うセリフじゃないけど。
嘘、マサルが負けるなんて信じられない。はい、すみませんでした。マサルくん逃げる。ちょっと待ってよ。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。マスミちゃん大丈夫？あの、こうやって見るとちょっと可愛かったんじゃんね、マスミちゃんもね。私の気持ちを分かってくれた。それだけで十分だよ。うん、いいじゃないの。ここムービーないの。ね、よし、じゃあマスミちゃんも引き抜こうか。なんてヘッドハンティング。どこのお店なの？仲直り。ちゃんと友達になろう。でも年上だよね。でこの子の方がね。まだ嫌い？かなって本当に大物だね。もちろん。なんか向こうで歌ってるのがいるよ。いいの？大丈夫か？じゃあお寿司。おい、気をつけろよ。え、カナはめちゃめちゃ大食いだ。この前は寿司を200貫おごらされた。嘘でしょ。大トロ、イクラ、ウニ。 あれ、マスミちゃんどうしたの？おごりはなしで。伝わっていたものを勘。いや、いい話じゃないですか。伝わっていたもの。いや、素晴らしいですね。本当にいい話だった、ね、キャバ嬢の熱い友情ね。他に何を言えばいいんでしょうか。というわけでこれでメインいきたいと思います。はい、じゃあセーブせ。あセレナに帰ってまいりました。遅いわよ。それはね、いろんなことしてたよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。本当もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。ありゃ、人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は郷田会長を探す。にゃーん。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。大阪府警まで来いと。いいわね。わかった。まあ、別所ってやつにも会いたいだろうしね。新幹線でこんなのが座ってたら嫌だよな。椅子下げれねえよ。これ愛人に見えちゃうもんな。刑事さんとは思えないよな。ん、これは県警でいいのかな。河原さんか伊達さんかどっちだ。すまんな、こんな動画。ああ、ちょっと大阪だった。まあ話するにはここが一番ええやろ。取り調べ室ってことか。
で、わしに何の用や。二十数年前、カムロ町で起きた堂島組と神言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいやの。そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と郷田陣、堂島大吾の誘拐の一件、神言派が絡んでいる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。取り調べや。でも、まあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで神言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ二十数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな、何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。神言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町は荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの神言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね。当時神言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや。そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか。教えてください課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は。今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。佐山、村井を大阪に連れてきたのはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めたけど、神言派の掟は生よりも死、服従戦闘を生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやからカムロ町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。佐山。はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。神言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか。ちゃう。そんなこと言うとるんやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は神言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。
見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ守ってくれるか。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。一つ聞きたいことがある。なんや。河浦さんの発砲事件を知ってるな。堂島組と神言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく佐山のこと頼んだで。なるほどね。二人とも大阪、この事件以後大阪に来てるんですね。じゃあ大阪にも何かあるんじゃないでしょうかね。そういえば他のね、龍が如くの作品でもね、中国韓国系グループが大阪で暗躍してた時期がありますよね。なんかいろいろ絡んでくるんじゃないのかな。よし、じゃあ狭山を探しますかって言いたいところなんですが、サブがめっちゃあるんですね。セレナに行きたいのは山々ですが、残念ながらサブストーリーから先行きます。まあ何があるか分かんないけど、で今回はサブ全部は映さないで、クリアはしますが動画にはしないかもしれないです。面白いのだけ動画にします。おお、女の人真横にいた。というわけで、じゃあ一個ずつサブストーリーやっていきたいと思います。まあまずすぐそこですよね。なあ、怪しいチンピラ、ちょっとええか、その筋のもんやろ。ああ、タツの情報知っとるやろ。情報全部教えてくれや。タツ、お、タツ、なんだそれ。俺も特殊の武器が欲しいんや。金は積むさかい。そのタツっていうのは武器やか何かか。なんや知らんのかい、忘れてくれや。続くの。橋の下の方に行ったな。おいおい、こいつか。タツのことについて知ってること教えろや。おい、さっきからそのタツってなんだ。しつこいの、むちゃくちゃしとんねや。もう後悔しても遅いで。そっか、じゃあしょうがないな。はい、武器はいっぱい使わせていただきまして、はい、普通に刺す。さあ教えてもらおうか。刺しといて何でもやがるらしいんや。一次元さんお断りの店らしいわ。特注の武器をしてる。やっぱ武器屋だね。お前さんえらい強いねんな。あ、こいつなんのじゃないの。タツについてえらい鍵回っててな。タツについて知ってるやつ紹介してるわ。お、知ってたのかお前。木下っちゅう男がおる境、そいつに聞いてみてくれや。毘沙門橋の北。じさん本当に知ってたのか。よし、木下。どうも、私の性格上、全部やりたくて。不審な男。私のこと知ってたりしませんか。記憶を失った男。はい、サブストーリー重複します。知らねえな。どんな意思を。そこで転んでしもうって以前の記憶をなくしてしもたんです。なるほど、記憶喪失か。めんどくせえな。
一回引っ叩けばいいんじゃないの。病院に行った方がいい。やべえ、選択肢にあった。もう一度転んでみたらどうだ。俺が衝撃を与えてやろうか。まあ病院ですな。保険証も持ってへんみたいなんです。病院に行くのに保険証が必要っていうのは記憶喪失でも覚えてるんですね。今すぐに思い出さないといけないんですが、俺が衝撃を与えたら記憶が戻るんじゃねえか。手っ取り早いですし、冗談だったんだが。あ、1000万今日までって書いてますが、宝くじの受け取りが今日までとかそういうことちゃいますかね。お願いできんでしょうか。正気か。仕方ない、協力しよう。2万円を受け取った。体にビビビッと電気が走るような衝撃。謎の男。ってことはなんだ、スタンガン系の武器。あ、でも武器使っちゃダメなんだ。どういうこと、どういうこと。これで思い出さない。ヒートアクションはできない。ヒートアクションはできなさそうだ。何かいい方法ねえかな。ダメか、普通に蹴っ飛ばす。投げる。これでどう。ファールだって。痛いだけじゃないですか。ちゃんと記憶が戻るような衝撃を与えてください。どういうこと。あ、なんか落ちてる。武器使えばいいか。ビール瓶、ビール瓶どうだ。ダメか。ビール瓶、ビール瓶。あ、なんかスタンガンじゃないこれ。あ、あるじゃんほら。なんだよほら、ビリ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 。これでいいんじゃない。スタンガンを持ってくればいいのかなとか思ったけど、落っこってた。は、思い出した。ある男を今日までに殺せば1000万報酬が出るんやった。その男は、お前じゃ桐生一馬、そういうことかーい。なんだもう。やるな。痛い痛い痛い。いや、結構強い、結構強い。あそこら辺に落っこったスタンガンじゃないのか、もしかしたら。あれ普通に強いとこだ。よし、シャレにならんな。ちゃんと本腰入れて戦いますか。ほっほー。ただじゃ済まさへんねえ。はい、普通に刺す。なんか怒ってんな、まだ。え、あれ？またスタンガンで一撃だったの？また記憶忘れてんじゃん。あ、やっぱり。すいません、私のことしてたりしませんか。また記憶失っててくれ。あ、でもこれで終わるんだったら簡単でいいや。なんだ、スタンガン使えばよかったのかな。園長先生かと思って。あれどこだ。こん、あ、こいつか。
木下。私、わしが木下言います。タツのことでしたろ。ちょっとしたテスト。ハンパモンにはタツは紹介できへんのです。ほな行きまって。はい、いきなり使わせてもらうよ。ちょっと武器変えるか、同じのばっかりだとあれだから。何に使おうかな、清流刀。これ装備できねえんだよな、まだな。ペンチ。久しぶりにこんなのを使ってみよう。ただじゃ済まさへんで。あー痛い。試させるだけなのに取られちゃうとはね。タツの情報。川沿いの橋の下に村田っちゅうホームレスがおる。あんたに紹介したホームレスや。それに木下には勝ったと伝えるだけでいい。あのホームレスのじいさん、やっぱり怪しかったんだね。おお、横で寝てる。おい、木下には勝ったぞ。やはりな。こっちもそうやすやすとは教えられへんねや。え、それなの？おお、村さん元気かいな。よろしゅう。村さんは共同経営者や。立つってのは船だったとはな。ぜひうちの商品見てってや。もうわしで15代目よ。信長にポルトガルの鉄砲紹介したのはわしの先祖やってさ。もう大阪だからな、話半分で聞かないと。軍用ベルト持ってねえから買ってみるか。ミリケンサック、ショットガン、八角棒。あ、でもなんか大した武器じゃねえな。ショットガン持っとこう。なんだこんなもんか。はい、立つ完成と。今後、あ、ほんとだ、レジじゃない、なんだあれ、買い物カゴになった。よし、じゃあ次のイベント行こう。